皆さんこんにちは、 P0 です。前回はパテによる自作モールドのお話でした。今週はフロントアーマー、リアアーマーとの接続、ショルダーアーマーの複製、プラ板で作るアンテナブレードの方法、隠し腕周辺の工作、この4点で動画を進めてまいります。それでは行ってみよう。フロントとリアアーマーの接続、まずはフロントアーマーの方の加工から。ノコで先端の出っ張ったところを取り除きました。2ミリのアルミ線を突き刺します。2本くらいないとさすがに重量に負けてしまいますね。このように距離を空けてあります。スタイル的に一番いいところで調整しました。レポパテがつく面にワセリンを塗って再びアルミ接続。ここから以前作った丸のモールドですね、これを利用します。木部パテを練り込んで、先ほどのですね接続部分の隙間に詰め込んでいきます。上と下から挟むようにして一旦これで硬化待ち。さっきの丸モールドはね、あるモビルスーツから型取りして作ったものです。足の周辺にくっついてもらっては困る場所にワセリンを塗って取り付けていきましょう。モールドの裏にパテを持ってですね、タケノコの山みたいにしちゃいます。ブチュッと押し付けて位置を調整。いい場所になるところで固めましょう。反対も同様に取り付けます。さらに盛り付けてモールドを押し付けて雰囲気作り。この部分はね、キャンバス地で内部のメカがホコリとか砂からね、守られているって設定かな。どうでしょうね、なかなかいいまとまりになったのではないかと思います。で、分離できるんですね。このアーマー類は分離ができますので、それぞれのね、追加加工も気兼ねなく行えるというわけです。ワセリンを塗ったおかげですね。ショルダーアーマーの複製です。今週はですね、結構難しめの作業が続いたわけですね。このスラスターはね、もう一度作り直しをしておきました。これはクレオスの高密度タイプのエポパです。形状が整ったところで分割しましょう。複製するので、紙粘土はね、シリコンが食いついてしまうと分離できなくなりますので、それはね、ちょっと困ったことになりますから、ラッカークリアで目止めしてあります。枠を製作。今回のシリコンの埋没方法は、1面型ではなく、簡易2面型になります。時間が節約できるので、おすすめの方法。レジン棒に各パーツを立てて、湯口を作りました。パーツ同士の横に割り板を設置しておきます。この割り板は 0.5 ミリプラ板ですけれども、この線でね、左右のシリコン型が割れてくれるように仕込んであるわけです。後でこちらに向けて真っ二つにちぎりますよ。シリコンを用意します。硬化剤を混ぜて、いつものように原型に筆で塗り付け、枠をホットボンドで固定、シリコンを流し込みます。あまりおすすめしませんが、さいの目にした古いシリコンを入れて節約しています。固まりましたら原型を脱形。テストショットしました。どうでしょうね、
一箇所入らなかったところがありましたのでゲートを調整しました。一つのものからね、複製して2つ作りますと左右の形状の差がなくなりますのでおすすめです。原型と比べるとこんな感じ、いいですね。次は皆さんの大好きなプラバン加工によるディテールアップです。まあこれに関しては図解にして説明していきましょう。まずは 0.5 ミリプラバンを用意します。ブレードになる部分は幅だけを決めておきまして、長さはね5センチもあればいいでしょうか。決めた幅の3倍程度の幅にしたプラバンの上に短冊状のブレードを置いて、両サイドからも 0.5 ミリのプラバンで挟むようにします。ピンク色のところのプラバンだけ接着しません。他は流し込みで接着しましょう。蓋をして、これも同様な接着方法で。次に青い点線でカットします。不要部分をカット、中心のブレードの部分は抜き取ります。これで 0.5 ミリの囲いが出来上がりました。この囲いを所定の場所に埋め込んでやればいつでもこのブレードを差し込むことができるようになるわけです。それでは実践。3枚を合わせて左右のプラバンだけを下地に接着、1枚のプラバンだけが上下にスライドができる囲いが出来上がり、枠ができましたらこれを取り付けたいところに埋めるだけ。左右の余計な羽をカットしまして、適当な深さに掘って埋めるんですね。あとはまっすぐに接着して、このブレードパーツをここに差し込みます。差し込んで適当な長さでカットしましょう。いいですね。めちゃかっこいいのでおすすめですよ。まあ後から抜き差しができますので、連邦系のガンダムのね胸部なんかにやってみるといいかも。お次は隠し腕を製作。まあこちらは残念ですが稼働はできませんので固定で製作いたします。しかし自分の中ではどのような構造でどうやってしまわれているのかはちゃんと考えておりますよ。その状態で一部見えているという体で製作していきます。まずは開口部のヘリが分厚いのでここを薄々にしたいですね。モーターツールと超音波カッターで開口させていきます。彫刻刀でホリホリします。5ミリ程度の 0.5 ミリプラ板を帯状にしまして、周辺に巻きつけるような形で枠を作っていきます。接着剤はもちろん瞬間接着剤、ポリエステルパテでこれをスムージングします。パテ盛りのシーンをご用意しましたのでご堪能ください。硬化が終わったらペーパーで整えます。初期の頃作っておいた爪パーツがここで再登場。収納してみますよ。
エポキシパテで内部に固定できるように固めています。奥に針金で差し込むようにしました。カバーを作ります。この部分は曲面構成ですので、手で盛り上げたエポパテが最適な形状を生み出してくれることでしょう。大体の形状ができましたね。あとはもう少しヘリを足して仕上げていく予定です。本日はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくね。質問がありましたらコメント欄に書いていってくださいね。それでは次回まで。 See you next time.